さて、海やっていきましょうか。なんか街の様子がおかしかったので、海賊を倒してこいみたいなね。さあ、海と言いつつなんか全然海じゃないが。おや、人間が来るのは久しぶりだな。いらっしゃいませ。何を望みで？あ、店か。スーサイド、違う、シーサイドショップ。あ、でも、持ってんな。だいたいこれぐらいか。高えな。あ、ちょっとね、レベル上げして、お金稼ぎも軽くしてきました。まあ全体的に1レベル上がったぐらいかな。この辺装備買うか。100、160円ぐらいか。カツカツやな。防具を買った方がいいかな。海の男のパンツ。これやっぱ全員分いるな、装備。入れ替えるもんな。マロの防具ちょっと上げとくか、なんか。結構下がっとるし。あと誰にしようかな。ピーチとか買う？なんかピーチ回復っぽいよな。6、6、6、3。攻撃も欲しいけどさ。防具優先かな。マリオ、まあ買っとくか。ちょっとGのとかにするか。これでも買えんな。キノコ買っとく？まあ、一個買おう。これで。買い物してくれたから教えてあげる。海に沈んでいる船は昔、イカのモンスターに襲われて、それで沈んでしまったんだ。前に何度か船に入った人たちがいるけど、誰も帰ってこなかったなぁ。イカのモンスターのマップに見えとったもんな。でかいやつと戦うんやろなぁと思いつつ。で、海賊の人はどうなったの？お？なんか落ちるだけみたいな。じゃあまあこいつらか。クララ。ろくでなし。やっぱピーチがさ、回復しかないけん。ちょ、Gの軍に入れ替えて。まあちょっと数が多いけん。買っていくか。チーノビーム。早い。多分早い。さあ、クッパさんのぞ。カチカッチン。いてぇ !40、40なんぼ。で、今親指を負傷しているので、なかなか難しいが、頑張っていけ。よし、ミス。カチカッチン。ちょっと待って、痛すぎるだろ、これ。死ぬ死ぬ死ぬ。はっ！回復？なんで、マリオ死んだし。いでいでちょっと待って、強すぎないか。反対回復？どのくらい回復するの？はい、84。あ、いい、強い。うわ、でもこれきついぞ。恐怖の障害。マリオ死んだの痛い。スウェッシュ。いでいであ、パワーが来た。技のパワーが来た。技のパワーが来た。なんで強敵じゃないのこのツイン。しかもさ、アクションコマンドに行こうやん。は？マロで行くか。マロで魔法でちょっと一気に。あ、弱点、向こう。強すぎる。強すぎるだろ。いけ。倒せ。マジかよ。ちょっと待って、強すぎ、強すぎ、強すぎ。何回行動するの？これからできる。はぁ？全滅するんだが。回復するべきか、これ。回復か、これ。めっちゃ2回3回攻撃してくるけんさ。あ、でもやっぱマロに、マロにちょっと全体攻撃してもらって、キャンキュー。しょうがない、これでなんとかいくしか。ジーノ死んだらもう、あ、てか効かんかった。うおやばいやばいやばい。あ、技のパワーつきた。
はい、痛い。はい、あ、全然違う。技のパワーつきだぞ。ちょっと間違えた。マロ回復だな。マロ回復して、どっちのあれがつきた？OK、パーフェクト。決めろ。強い。あ、つきた。強すぎだろ、ちょっとマジで。あ、じゃあさ、キノコでいっかな。HP をちょっと上げとかないけんかったか。攻撃力振りすぎたかな。はい、痛い。ちょっと強すぎだろうがよ。あ、間違えた。はい、パーフェクト。よし。OKOKOK。通常攻撃でいいか。あ、痛い。すいません。猫に気を取られている。うん、よっしゃ、隣の部屋にやった。さて、あ、瀕死、瀕死でビーム。ほら、あ、ずれる。やったぜ。ちょっと強すぎだろ、クララ、マジで。マドルパー来た。もう通常でいっか。トロロロン、130。で、マジで。これ HP くれってこと？強すぎねえ、こいつら。キノコで回復か？ちょっと痛すぎだろうが。ピーチなんかすぐ死にそうやな。30ぐらい。キノコ2個使ってピーチも回復しよっか。強すぎだー。す？あ、オッケー、おらおらおら。これ通常でいいだろ、さすがに。クララがやばいぐらいで。あ、オッケーオッケー。取られたら雷使うまでもなかったんですか。クッパかな。クッパで。次出たらもうスペシャル使う。レベル上がった。ジーコ。ちょっと、あ、ジーノカッター。敵単体に。当たる直前 A で。一撃っていうワンパンってこと？ちょっと HP 振る HP。あー、でも、あれ来たな。蜂使う。一撃で倒せるか。ちょっと待ってよ。FP がね、FP 回復しとけっていう。40はもったいないかな。10で。強敵とはいえ6でなしやけん、どうなん？強いかな。うわ。こっちからいる。じゃあ、スペシャル使えばよかった。はい！はい！いや、そんな強くない、さすがに。あいつがやばすぎただけで。Gのカッター行く？今もう攻撃したしな、ちょっともったいない。ジーナビーム。パーフェクト。200、あ、いいね。よしよしよし。じゃあもう、通常攻撃で一緒。ほい。オッケー。いや、ちょっと、これ、怖いな。あ、出らん出らん。こんなもん通常攻撃でいいの。つか FP 回復しとかんとやばいな。これはまあ全体使うか。恐怖の衝撃するたびにこう、右手に持ち替えてるという。よし。いけ。お、あ、これレベル上がりそう。クッパ。クッパッパー。ちょっと HP 振ろう。FP か。FP 最大値回復も持ってないか。あるやん。めちゃくちゃあるやん、これ。あ、やばい。ダーキークララ強敵。これ使ったら、これ。3人技。さ。これ全体かな？シューティングスターショット。シューティングスターショット全体？
間の力ですよ。ねねねね、敵全体に、敵全体ぶちかませ。これにするか。これにして、無敵コーラスパイク。スターで無敵になってコーラ、敵全体にぶちかます。見たっけな、これ。PV で見たやつと見てないやつだね。スターで、スタークッパで、ドカーン。おー、いいね。非常にいいです。クララ強敵だけ残った。これはもう、頑張れ。まだ瀕死じゃない。じゃあ、ファイヤー。火効くよな。雷は効かんけど、火は効くだろ。おらら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 。で、弱点15。カチカッチン。いい、やばい、死ぬ。ピーチどうする？これ回復じゃない？ピーチ。おお、あ、いいね。最高最高。ブン。これやっぱこのパーティーじゃね？なんかさ、9消費した割に全然効かんかったよ。ファイヤー！ OK、パーフェクト。16しか効かない。弱点になるのさ。俺の魔法が弱いんか。やばい、ピーチマジで。ボス戦やん、毎回。ういつい。ブンブンブン。なんか通常攻撃した方が効くんだよ。全然効くやん。あんなに連打しようのに。あ、これはいけるか。30。クッパ様が鬼強い。装備かな。なんかまだ更新できてないもんな。買えんかったもんな、金がなくて。また来たよ。なんか全体攻撃おらん。でも雷効かんのよね。ジーノで頑張るしかない。ジーノカッターで、こいつを、何のタイミングで？はい！うおぉ強っ！ 9999。こういうことか。まだニャニャニャしてる。あ、マジね。どうなった？やばい、FP がない。なんか通常攻撃の効きそうな気がするけん。通常攻撃でいくわ。よしよしよし。これクララ一体ならまだ。痛い。エンジンのビームでいくわ。ちょ、クララを使っていこう。バーフェクト。ガチャチン。1体ならまだ大丈夫やわ。ふぅ、またでも回復せんと。キノコ、キノコ、マロが役に立たんというね。ディエーあ、やべえ、 FP 回復して食った、これ作った。あー、うるさい。なんてよ、FP、 あ、これとか使うか。眠り玉、眠り玉いけ。眠れ、動くなお前ら。ね、ちょっと FP 回復しよう。あ、もうこれもないやん。 FP を40回復しまして、まあ、マリオで頑張ります。殴って起きるんか。こういうやつか。G のカッター、ちょ、こっちだな。決めろ。はい。あ、ちょっと違うな。40しか効かんし。あ、これ。アテントダメか。ジャストしっかりやる。なんと。食らったら起きるんか。なんかもうちょい強い味方おらんねんか。だって火全然効かんかったよな。ジャンプ？3、4、5、6、7、8、52とかやろ。普通に殴っとくねっていう。回復、クララ回復戦のし、オッケーオッケーオッケー。電撃、
ちょっと回復したいかな。ジーノカッター結構肝やったりするんだけど。あ、でも眠らしとんのが効いとうな。ちょっと回復しよう。ほい。あ、ちょっと早いな。あ、オッケーオッケー。え、恐怖の衝撃。これあれやな、難易度をちょっと下げるってのもありかな。途中で下げれるんかな。ギリギリテイクかって感じ。レベルちょっと上げてきたのにな。あ、これで瀕死。オッケーオッケーオッケー、いけるいける。電撃。痛いの飛んだけ自分にするか。このキノコでいいような気もするが。ピーチなんか油断したらすぐ死にそう。キノコキノコ。ちょっと回復しとこう。まあ、別に死んでもいいか。戦闘終わったら。戦闘終わったら勝手に生き返るゲームだけん。オッケーオッケーオッケー。クッパマジ強い。コイン結構もらえるな。これで装備をあれしろってことない。ゲッソー、ゲッソーだ。最初殴るときはいらんのよね。これでもマロか。電撃やってみよう。人手には効く。あ、いいね。オッケーオッケー。ちょっと、あ、なんかレベル、ピーチ。HP 上げていこう、ちょっと。みんな、あ、眠れよい。眠れよい子よ。敵団体眠らせる。敵全体かかるようにもできるよ。おー、睡眠来た、睡眠。ちょっと眠らしい。ぐっそ、おっそ、危ない。なんで早いの、お前ら。行動、いた。あ、強敵だ。あ、やばい、FP もねえぞ。恐怖の衝撃、ドン。回復しようか。40、40。これいっぱい買っといてよかったな。いくぞ、電撃。ドガン。で、強敵が残る。来る、もう一度、あ、なんだ、猛毒。猛毒食らった。早く倒すんだ、やばい。いけ、よし。これ毒治るかな？治るよね。そういう優しさはあるよ。マリップ。ちょ、HP 振っとこうか。どうしようかな？魔法振りたいな。なんか火力なさすぎて。まあ、でも HP 振るか。とりあえず。ちょいちょい死ぬしな。あ、スター。うわ、スターかよ。逆やん。あ、レベルアップした。スター取ってからさ。あっちゃったなぁ。あれー、あ、やばい、結構、あれだよ。なんか、はっはっは、レベル上がる。おう、HP、HP。あ、ここもあるぞ。あ、結構、ちょっと待って、どこに、息大丈夫な？ふわーん。おぉ、なんか変なとこ来た。だから、ウルトラキノコ。めっちゃ回復するね。全回復きた、もう。これがあれか、渦の先か。これなんか。これなんだ。あ、なんか出てきたな。ここなんもなし？ちょっと待って、なんか、俺スルーした気がする。渦入って今どうなったっけ？渦入ったけど何もなしか。こっちからこう来たっけ？上から降りてきたんかな。ここ？なんか宝、キノコ。あ、セーブあるやん。フラワー。あ、カエルコイン。ここは登れんか。いけるん。え、ちょっと待ってよ。セーブします。とりあえずセーブします。うわ、つうか、さっきのザコセンサースターでバッとやれたんやな。あ、戻れんし。ここからさ。ここからこうとか無理か。勝手に降りるもんな。上もあるぞ、ルートが。あ、ここか。あ、ちょっと待って、買い物。買い物さ。ちょっと装備変えてこい。武器、武器。でもマロ通常攻撃。クッパ強いんよな。マロ。あ、もう金ねえし。
売りたくないよな、できればなんか不用品回収の人にあげたいよね。こっちなんもなかったよね。なんか R 押したら歩く、今気づく、 R 押したら歩きがある。何の意味があるのかこれ。こっからあ、ここ登ってみたいな。あ、なんかありそうやけどな、なんかありそうで何もなさそう。こっちこっち、上伝ってどっか行けるんちゃうこれ。ほい、あ、なんで落ちる、まあ、ええわ。行こう行こう、もう出ます。こっち行って、あ、ここか、ここにたどり着、あ、違う、あそこ来たよな、あ、渦から来たか。これなんか落ちて大丈夫なやつ、あれーで、あ、別に下行くだけか。あ、これ海賊船みたいなのあれ。ということはそこに来たんか。なんか何もねえな。何にもねえな。かい、これ敵か？あ、違う。あ、上行くだけ。げっそうげっそう。土管があるな。なんか、なんかありそうで何もないぞっていう。ここ海賊船の中入るんやろな。じゃあまあ潜りまして、ズブブーンと潜って、貝に当たらないように、あ、でもこれどっから入るん？貝に当たらないように、ここか。あれ？あ。うげっそう。こうなって、あ。ぷくぷく？ぷくぷくか、こいつ。ピチピチやった。全然違う。惜しい。ピチピチか。は？逃げた。強いかな？毒とかしてきそう。ふん。あ、全然強くない。大丈夫、大丈夫。ここ入れと？これ全然上とか行けんな。ここも行き止まりで、あ、もう土管以外何もないわ。で、入ります。沈没船。海賊の沈没船だ。航海日誌1ページ。もうおしまいだ。巨大なイカの化け物が襲いかかってきた。あと数分でこの船は沈没してしまうだろう。ああ、もうそれが一難。最後みたいな感じだけど。セーブ。セーブしていく。沈没船。ひらがなで書かんでほしい。公開日誌1ページ。あ、じゃ、の1ページか。我々は宝の倉庫に例のイカの化け物を閉じ込めることに成功した。船は宝ごと沈んでしまうから仕方ない。あれってことはさ、助かってない？どっかおるやん、これの奥地に。ボス戦ちゃん。おー、化けー。おーっと、恐怖の釜。なんか、あ、恐怖状態なんだ。レイホー、グレイビー。じゃあ俺もこの恐怖攻撃していくか。いかんかな、あんまり。どう？あ、そこどこ効くやん。まあ、どうしよっかな。通常攻撃でいいかな。強いんか弱いんかわからん。あ、弱い弱い。大丈夫大丈夫。さっきのクラゲが化け物すぎただけ。でんじゃけー。めっちゃ効く。280とかいった。コインな、コイン2倍。あ、きゃ、はい。よっすー。ドルルこれ真ん中でしょ。オッケーオッケー。これは簡単。ここな、窓。特に出れたりとかない。公開日誌の1ページ。倉庫をうかつに開けられないように6つのキーワードを鍵をかけておいた。さらに、キーワードを6つのヒントに分けて。はなんか、体言止めみたいな。ちょっと戦うのめんどくさいかな。公開日誌。6個のパスワードがどっか6箇所にあると。あ、なんかおるね、この骨骨のやつ。あれ話す。
カロン、返事がない屍のようだと思ったろ。なんかドラクエじゃないそれ。机にやけさ、ドラクエネタ入れてくるみたい。な、今日の席。あ、いいね、いいね。弱い弱い。もう通常でいいっしょぐらい。あ、オッケーオッケーオッケー。公開日誌1ページ。6人のヒントを解かないとわからないようにしておいたが、6人がバラバラに考えたので、我々以外開けられないかもしれない。はぁ、パブイボ？じゃあ、サブザム。痛い。グワ。よし。うわぁ、京都戦記。あ、外した。でも、こいつに攻撃して、これでいい感じに全体でこれ綺麗に割るんじゃん。ブルルドン。早いか。あ、めっちゃ効くな。200何歩とか。雷超弱点。雑魚めちゃくちゃ多いな。ささっと行くか。6人というのは、ここなんかさ、あ、ラッキー。チューチュー。うわ、無限によるな。これは無理だな、避けるの。だけど、あ、逃げる。豚サンダーをやっていく。あ、あいつが行動するのまだ一回も見てない。バットントン。まあ、やっとくか。動き出したらめっちゃ強いかもしれない。そんなこともないか。急に弱い。さっきめっちゃ強かったね。ダイヤモンドカッター。かっこいい。大丈夫大丈夫。そんな19ぐらいなら。あ、バットントンちょっと強い。こう戦闘終わったら、フル移動戦闘。復活ドリンクもいっぱいなってきた。あ、レベルも上がる。これ HP だな。一通り HP 一回振ったかな、これで。あ、なんか宝。コイン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 。コイン取って、まあ、どんどん先に行きます。これ行ったらなんか突っ込んできそうだな。あ、違うな。門番か、お前。え ?1、2、3。あ、4、5、6。下もそういうことか。こんな戦うんかな？痛い。向こう。まあ、1匹なら普通に。あら？ミスるんじゃない。ミスはこれさ、俺のタイミングが悪いとミスるんかな。パブザム。ほい。で、オッケー。で、あ、入れる。立体迷路。へぇ、6エアあってさ、うわ、なんじゃこりゃ。うわ、やばいな、これ。見えんし。あ、やばい、帰ってこれんかも、これ。え、ちょっとむずくね？あ、なんかいけたかも。あ、でも違うな。あ、むずくね、これ。え、いけるんかな？ギブアップってボタンが。よっぽど難しいやん、これ。なんかこの辺までいけるん。こっからなんかね。こっからジャンプでこっち行くんちゃうかな。あ、いけたっぽいかも。あ、いけたいけたいけた。ぐるっと。あれ、こっから。ちょっと待ってよ。ここにいます、私。あ、ん？あ、これだ、これだ、これだ。こっからこうでこうでしょ？あ、落ちたな。あ、落ちたな。うわ、めんどくせえ、これ。この辺なんかあるけどな。あ、うわ。え、これギブアップするとどうなるの？最初からやな、どうせ。ここをこうぐるっとこう、なんていうか、のの字に行くんよ。のの字にこう行って、こっから、こっちか。こっちにぴょんと飛びますと。うわ、ちょ、待って、だる、これ。こっからこう行くと、来れる。ここまで来れるんやけど。危ない危ない。ちょっと指が痛い時にこれ。あー、やっぱね、これなんか落ちるよね。ギブアップちょっと一回してみる？
マリオに立ってるところは2段目の高さ。で、ギブアップしたらどうなるのかな、最初からなの。うわぁ、ちょっとめんどくさい、これ。ググっていい？ちょっとやってみるか。どこだ？あれもうわからん。奥行って、こうでしょ、こうでしょ、こうで、なんかこっからこう、こういう感じで右の方行って、で、どうやったっけ？こうか、こうか、こうか、こうで、で、こっから落ちて、左行きまして、で、こう上にこうジャンプしていくといけますみたいな。あー、これだ、これだ。おっしゃ。第2探検隊インディゴ2のメモ。スーが頭。ロイヤルシロップ。FP 全回復。これ落ちたらどうなる？あ、ここか。ああ、ちょっとこれ全部こんな感じ？もしかして。最初がスーで、これアクションコマンド向こうやんな。恐怖の衝撃。ララララララ、全部迷路やったら超だるいんですけど。レイホー、どれが強いかな。ちょ、怖いけんグレイビーやっとくか。で、雷を電撃ビリビリーイット。そろそろ FP 回復。あ、全部雷効くね。急にマロや。クララ戦終わったら急にマロだな。クッパー、12100超えたらいいかな。毒ガスモクモク、素晴らしき技。敵を毒にする。魔法に振ろうかな。攻撃めっちゃいいし、魔法がちょっと弱いのがあれかなって感じ。30ぐらい回復したけど、まあ、これいいか。10回復して、あ、でも名物じゃないっぽいか。 JJJ なんかミニゲームみたいな。これなぴったり止めろみたいな。全部真ん中で止めろみたいな。あ、そういうことか。ドスンドスンドスンと。ほい。フェリシモ猫部の動画みたいな。ピタゴラスイッチ的な。これちょっと足りんかな。あ、やっぱね。真ん中で。真ん中で。あ、ちょっと遅いな。これじん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 。苦手かもしれん。全部ミニゲームか、これ。あ、じゃあもう一回、あ、いけるわ。跳ね返ったちょいぐらい。いけるかな、これ。跳ね返ったちょいぐらい。もうちょいやな。このぐらいか。違うな。違う、近いな、多分。あ、いける？あ、いけた、いけた。割と甘かった。探偵メモ。点々のついた音は一つだけ？最初何やったっけ？スーよな。点々、濁音ってことね。スーから始まって。さて、この船の謎を解いていくぜ。まず先頭。やばい。よいしょ。あー、ちょっと違うな。なんか、あ、恐怖。まあ、とりあえず、これはさ、単体かな？全体毒なんや。強いかな？ちょ、撃ってみる？グリグリでダメージが増える。あ、ちょっと今遅かった。あ、いけ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 。何や、その、緑の雲。めっちゃ強い。100何歩。ちょっと待ってよ。これ、ここ攻撃でさ、マリオ弱いな、なんか。これ電撃で終わらん？雷ドッカンは単体か。全体で、ラス。あ、オッケーオッケーオッケー。いいやん。清水。ちょっと待ってよ、回復したい。マリオくんがなんか若干足を引っ張り気味なような。まあ30でいいかな。んで FP はちょっと回復したい。まあ10ぐらい。20回復しとく。30回復しとくか。高校使えばいい。ほんでなんだ、なんかおるぞ、屋根。パタパタノコノコ、パタパタだろこれ。なんだこれ。おぶねえ、来た。え？なんかさ、こいつを踏んで、じっとしとくと、あ、そういうことじゃない。あ？
ちょっと待って、謎ノーヒントだな。おい、今なんで降ってきた、なんで今鉄球が降ってきたの、さっき。え、やべえ、ノーヒントすぎるだろ。なんで今鉄球が降ってきたの、ここにさ。じっとしとっても別になんか上にこうチラチラするだけで、同じ方向を向くとか、下上違うね。え、隠しブロック的な。やべ、意味がわからんです。ググってよかですか。むずくね、ここらへん。ググる、そういうことですか。ようやく意味が分かったよ。じゃあこれ一回出たらね、やり直せるかな。なんか、この鉄球を一旦こう誘導して、あ、違う違う違う。パタパタが、ここ、いい感じに来たところで、こうしてこうすると。あ、キノコ。あ、そういうことね。かがどこかにある。あ、ちょっと待って、やべえ、忘れた、これ。なんだっけ。ちょ、一日置いたけ忘れたな。濁点が一個と、かと最初が、どうやったっけ、どうやったっけ、やったかな。下これどうやって、こっちから、これこっちから来たっけ。ちょっとやべえな、やべえところで一日開けてしまったな。なんかこいつカロン強敵、毒ガス搬入技いっちゃいます。ビリヤニファイヤー、あー、まあ使ってどうしようかな。でもそろそろなんかボス来そうだよね。まだでもいっか、なんかもう3個謎解きがあるよ。そこそこ戦うっしょ。ビリヤニファイヤー。あ、これか。ブブ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 。いけードカーン。持ってけるか、カロン。ワンパン。強敵。794。死なない。あ、死んだ。いいね。よし。あ、コイン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 。あ、起きる気ね。まだ戦うん、これ。マジっすか。おーま、強敵？強敵じゃない。いや、これでさ、いい感じにパーセント貯めてこい。絶対ボスおるっしょ、ここ。あ、負けた。左にやりたかったけど、あ、でも死なない。ちょっと待って、でも、なんか、通常で呼ぶね、もう。なんか、いた。顔面ぶん投げ攻撃。なんかもったいない気がするな。なんか一回通常しちゃうと。ブンブンブン、ふい。装備が弱えんかな、カロンが強えんかな。ワンターンかかって終わらんな。はい、え、マジ、毒にしてみるか。ぐる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 。さあ、親指直ったんでぐるぐるでいきますよ。133。ああ、あ、死んだ。え、え、え、なんでなんで、毒ですぐ死んだし、殴っても全然ダメだったのに。今俺、今どっちから来たっけ。魔法使いはさ、あのね、あのね、いらっしゃい、あ、お店の人なの、スペール、あーんとね、そうだな、これ同じもん売ったんかな、ぶん投げグローブ。やっぱ買うべきだろうな、ここ敵が強えもん。ぶん投げグローブ買って、マロも伸びパンチグローブ買って、まあ、FP 回復もいっぱい持っとしたな。リフレッシュオールちょっと買っとく ?1 個ぐらい。まあ、あとキノコかな、大事なの。まあ、1個ぐらい買っとくか。ちょっと結構あるけん。ヒント教えてあげる。キーワードはお魚に関係ある言葉。キーワードの6つの仕掛けは全部解かなくても推理することができる。頑張って。ちょっと俺最初のキーワードを忘れてしまった。だけむずいんか。全部解かんでもいいけん、一個一個の部屋はちょっとむずいんや。おお、マリオぶん投げ攻撃。ひどいな。これでもワンワン投げれる、強いの。さて、四つ目の部屋。なんか、コインが。取って取って。これまた失敗やったんかな。あー、謎やなぁ。ここは？ここ何でもなし？もう一回ちょっと、貼り直してみる？これ無限にコイン手に入るんじゃん。じっと見とってみるか。なんか3個ぐらい出て、消えて消えて、
んか追いかけていったらいいですみたいな。この行く通りにちょっと行ってみるか。消えたところを、ほい、あ、あ、今これさ、こうしてこうしたら正解やったんじゃん。そういうことだろ、多分。わかったよ。多分追いかけていって、コインを取らないように、このヘリとかをうまいこと、ジャンプして、消えました。はい、できまして、ここ。ここが、ここいけるか。こうか。あれでも消えたな、今。もうちょい早くせないけん。追いかけ、追いかけ。取りません。あ、だ。あ、でもさ、あ、失敗しても全然大丈夫か。え？関係ないんかな。あ。ちょっと待って、わからねえ。なんだこれ。むずくねえか、マジ。あ、もうひたすらコインを取ったらいいみたい。コインをもうミスらず取り続けろみたいな。先頭のあれだけ取らずに、もうずっと追いかけ続けろって。やばいやばい。ほい。ここ急げ。あ、これクソ。これか。ここむずいんよ。ちょっとあそこだけ早めに、気持ち早めに。この辺大丈夫。ほい、オッケー、オッケー、オッケー、きた。はあ、ゾウ空は空の前にある。違う、ゾウは空の前にある。それじゃあさ、海賊じゃね。カが1個っつったよな。点々1個でしょ。ゾウは空の前、空、あれ違うの、海賊。え、ゾウは空の前にあるやろ。ゾウ空、海賊。あ、でも違う、6文字やもんね。海賊、海賊なんとかだ。海賊船でね。海賊船かな。ほい、周りをぶん投げ、ぶん投げ、ぶん投げ。あ、何回も投げれる。禁止。戦闘中に忘れてしまう。海賊船と予想します。この謎が難しすぎるんだよ。届かんし。これは？あ、ん？バフで撃ちます。上にはいけんのか。え、これさ、パコンと飛ばして、自分の頭でコンコンコンみたいなさ。違うんかな？こんな難しいことあるかな？スティックが、スティックが行くときは、コントローラーが。あれもさ、違うな。止まらんやん。あっちょんや、あっちょうけど難しいですよ、と。ちょっと待って、むずいよ。一回一回出入ってたね、ケンジさん。はい、あ、いける、いける、あーマジ。わかったわかった、やっぱそういうことか。ポンポンポンと。ほい。あれ？ちょっとでもずれるとダメだな。ちょっともう次失敗したいよ。ほい。いたー。あ、あ、来た来た来た。第4、創作隊チャレンジメモ、最後の文字は、うん。やっぱさ、そうだろう？なんで？こっちは部屋じゃない、こっちです。店長の部屋がこれ。バリア！ライトニングボール！かっこいい技してくんじゃねえ。毒ガスもくもく。おるるるるるるる。この毒ガスのキャラはなんだね。知らんよ、こんなやつ。マリオくんは、まあ、あ、でも強敵に、ファイヤー撃っとく？行くぞ！ファイヤー !170。そして、電撃で、まだやれなさそうだな。あい、あい、ほい、いて、73。鬼めっちゃ痛いんですけど。マリオぶん投げ。これ何回も投げれるんかな、タイミングが。ちょっと痛かったな。ピーチレベルアップ。まだ HP 振るか、なんか敵の火力痛すぎ。
回復回復80使っていい。よし、最後の部屋、あ、なんこれ右左どっちでしょうみたいな。セーブ。な、宝物の部屋のところにボス隠しましたみたいな言ったよな。あ、いけるんやけど。ちょっと待って、これ押してみる。何にもね、何にもね。じゃあまあここ行きますと、ボスか。あ、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 なんかある、なんかある。ゾゴボ器具ハンイクメンカザーチスミヨコドカなんだこれ、これこれに入れるんかな。キーワードを決めたらここに言え、食べるセリフを。これは多分カーイーゾー4、こっちか。ふうで、うん、これでちょっとどうでしょう、これ開かんのかな、開かんね。よし、海賊船。あれあれ違う、え、違う、マジ嘘。っていうかさ、なんか6個目なくね、マジマジ。絶対当たったと思ったのに。あ、なんかここをここをまず落とせみたいな。あ、こういうこと。あれでもさ、あ、これでこれで、あれ、ジャンプジャンプ、ちょい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 ジャンプで、これでさ、もう一個あるんか、あっちまで行く。あ、じゃあ分かった、同時に押すと、同時に押すと出ますか。A は一つもない。あれ、ちょっと待って。わからんわ。結果わからんのやけど。海賊船じゃないやん。ちょっとわかったかな。ちょっとわかったかもしれんぞ。あ、あるね。どう?あるな、あるな、やっぱり。あ、でもこうか。うわ、海賊船かと思った。はい。水族館。正解?世界では通してやろう。ただし、俺様を倒してからだ。うにょにょにょん。これがあの、マップに見えとったあいつだ。ちょ、セーブしていく?まあ、いいか。ちょ、回復とかしっかりしていこう。FP、FP。あ、でもマックスやん。あれ?あ、なんか、回復してる。勝手に。あ、来た。来た。タコ。威嚇。あばいし。えへへ、大です。オッケーオッケー。イカの足、イカの足、イカの足。毒ガスもくもく、くらえい。毒効くかな?効かんそう。あ、効く効く。じゃあ、まあ、ファイヤー行ってみる?どれが、どれなんやろ?一番奥怪しい気もするけど、まあ、ちょっと順番に行くか。ブララ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 ラ、焼きイカになれい。あ、火が効くわ。電気効かんのかな?ブラララララララ。あ、そこそこ効くぞ。あ、死んだ。あ、持ってかれた。え?は?は?あ、ちょ、ちょ、待って。あ?びっくりした。じゃあもうちょっとやな。はい。あ、なんかマリオ。マリオが恐怖状態の時はマリオの人形代わりないだぞ、今。あ、外した。ちょっと待ってよ。これまだ全然序盤だろう。あ、倒して進みます。はい、第二形態。足。あ、ちょっと。ぎゅーガード。ちょっと待ってよ。毒いきます。毒ガス。そんな強くない?イカの足。まあ、通常でいいんじゃない?これ。回復してもよかったな。電撃ビリリ。あ、でも毒あんまり、6とかか。あ、毒。あ、これ一旦経過するんや。殴って、マリオ人形。ほいほい。あ、ちょっと強いな。FP 回復したいよね。ちょっとボスに向けて。ちょっと回復しとこう一回。で、君はちょっと殴ってもらうよ。あー、でも、あ、まあ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 。毒がいいダメージ効いとんじゃん。
マリオ人形、マリオ、マリオ、このクソマリオ、ハンマーで、これ終わるじゃん。あ、外したかな今。よしよしよし、第3フェーズ。さあ、タコツボからイカが出てきて、気持ち悪い、恐怖状態。タコツボゲッソーどっちやねん、タコツボゲッソーはどっちやねん。さあ、毒打ちしまして、あ、なんか本体毒向こう。ファイヤー顔面に行きますか。回復したい気もするけど、マリオ恐怖やけさ、回復するか。30で44やろ、いけるな。あ、じゃあ40か。10回復して。マロくん、何考えてるのしてみるか。ちょっとタコツボゲッソ。はい、どう。あ、非弱点727。この船はわしのもんじゃき、さっさと帰らんかい。まあそういう気持ちになるよな。せっかくいい罪か見つけたのにという。ファイヤーはじゃあマリオくん頑張ってもらわな。あ、恐怖状態になった。ついでにこれもしとく。ファイヤーってさ、だってマリオしかないもんな。どんなもんやろ。あ、向こう。ファイヤーで。あ、今何本か見てなかった。で、電撃も一応打ちます。回復シャワーってさ。あ、こいつも回復できる？回復じゃない、雷。そこそこいいダメージ。あ、左が持ってって。あ、持ってかれて。まあ恐怖の衝撃、まあそろそろ単体攻撃でもいいのか。あ、でもさ、ファイヤーに FP 使えばよかったな。間違えたな。溜まった溜まった。ちょっと待ってよ、これさ、あ、いいやん、火もあるし。ビーヤにファイヤービッグボム、行くぞ。ぷぷぷぷぷぷい、ぷぷ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 どのぐらい効くかな。360104、意外と真ん中にダメージがない。で、 FP ちょっとないので、 FP マックスで回復しますはさ、あれは戦闘中には使えんのか。で、40回復しまして、完結戦。あ、これなんか雑魚がめちゃくちゃ使ってきたやつね。結局でも、あ、でも単体か、単体ならまあ、ライフも全然大丈夫やし。行くぞ。ファイヤー。タコツボファイヤー。直し。100。まあ、でも雷行きますか？これちょっとどんなもんか。あ、おお、初めて見る。タイミングがわからんかった。嵐。まあ、通常、ちょっと回復するか。いや、まだ早い。行け。こいつさ、4つ目？ 5 つ目の。星を持っとんかな。持ってなかったらとんだ無駄足だが。雷六冠。ドン。どう？違うな。もうちょい早くかな。ちょ、タイミングがめっちゃ合わせづらい。痛い。回復70ぐらい。70ぐらい。あ、80使っちゃうか。ほいっと。ボス戦やしな。ティアンキュー。さあ、ファイヤー。ない。じゃあね、こっち行くわ。節約で行くわ。34。じゃあ FP を回復しまして。来るぞ。海。回復するこれ、ちょっと持ってないかな。なんか FP をな、あそこで、マリオにしっかり渡さんと。ヤンキュー。これ恐怖やとさ、動けない？動けるね。ファイヤー。スーパーファイヤー。焼きダコになれ。お、焼けた。倒したけど、倒したけどよ。レベル上がって、まあ、ちょっと魔法振る？そろそろ。ファイヤーのダメージ欲しいなっていう。あ、次のとこ行きまして。まだ敵、あれ全然終わる気配ないやん。ここ、何が、こっちはキラーが飛んできて、
あ、全然まだやん。え、あれボスじゃねえ。これ押し出されたら落ちてやり直しってことか。これは何の？なんでもなし。キラーを避けて、なんか上あるかな。ないか。引っかかっていけんの。ほい。うわ、これむずいよ。あ、いけた。チューチュー。あ、当たる。毒。毒。こいつら、じゃあ毒効かんかな。恐怖でいくか。恐怖攻撃。どんなもん。あ、全然効かんかも。じゃあちょっと強敵おらんもんね。これにちょっとぶん殴っていって。雷で、ドガーン。あ、奥の2匹残って。ダイヤモンドガッター、かっこいい。めっちゃかっこいい、それ。ウィル、ウィル、おー、ウィプス。かっこいい技使うやん、豚のくせに。マリオ、マリオ、こんにゃろ。オッケーオッケー。まあまあまあ、雑魚でしょ。死ぬときバラバラになるのいいよ。よし。あ、なんかレベル上がって。マロー、どうする？魔法あげとくか。危ない。さあ、終わったかと思いきや、あ、敵もいる。うおー、毒。ちか、今までのパターンやとさ、毒、ボスが終わったら星が出て終わりやったのに、ちょっと変わってきたな、なんか。中盤以降、パターン変わってきたぞ。多く殴っとけ。ほいっす、あら。かなりいけ。げんげげー、ぴらららり。弱点なんやけどな、硬いのね。ウィールオブ、待って、わからん、タイミングが。ウィールオブ、うざっす。オッケー。よし、あ、通常攻撃一緒。いけるいける。ぶん投げ、あ、本物をぶん投げる、久しぶりに。なんでぶん投げられも頑張る。そろそろ今日、キノコ使うか。よし。ちょっと待てよ。この上なんだ。回復して、こっちはなんか、よくわからんな。上あるけど。はっ、あ、こんにちはっす。戦う、話す、なんだ、俺じゃねえのか。ゼルダ的な感じでさ、なんか、闇リンクみたいなさ。あー、毒いこう。マリオと戦うんだと思ったの。どれが残るかな。ブットンが一番残るかな。バットンが一番残るのか。雷でドン。あ、いいね、綺麗に倒した。なんかありそうで何もなかったね。こっちがこっからあれか。ぴょんぴょんと行くと取れます？取れませんやん。取れませんやん。じゃあ S は。おお、なんか敵だらけ。こんなんか奥ありそうやけど、ちょっと敵おりそうやし、めんどくさいな。おいっと、無理する。あ、セーブ来た、セーブ。キノコ。大砲はなんだ？長えな、人物戦。これなんでもなしか。登って、あ、なんだろうな、箱の中身は。なんだろうな、カミキ。これ強かったんけ、確か。どのぐらいかな。うわぁ、これ効かんし。雷は、あ、つか魔法が全部効かんとか、そんなこと言い出す。なんかジャンプが効いた気がするな。パンチ、うわ、苦攻撃。クリボー、箱の中から豆クリボーが現れた。かわいい。じゃあこれ全体で毒効かんのかな。バシャーン。あ、効くやん。71。あ、毒にはならんけど、なんかでもジャンプが効いた気がするの、こいつ。2、3、4、5、6、7、210弱点。オッケー。
まあでもいっぱい雑魚出たけん、ちょっと雷使おう。やだ、リビリビリ。よし。ほい。あ、違う、まずじゃあ雑魚召喚。はい、豆クリ。また毒いくわ。ダメージはあるけん。ドガンと。またジャンプいきます。なんだろうな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 。なんなんなんだろうな。あ、めちゃくちゃいい。8、9、240。じゃあ、あともう、電撃で。はーい。よし、回復しよう。FP もね。あ、なんか安心バッチ。安心です。安全漫才は解散したけど、安心です。沈黙かかし、今日、最強じゃね、これ。最強じゃねえか、おい。ちょ、これをさ、変えるか。変身防ぎにしとくか。FP 最大値、これか。と、キノコ。キノコ。ボス戦終わって何がある？もう一回ボスなのかな？ぷくぷく。これさ、でも、あ、カエルコインか。カエルコインちょっとさすがに欲しい。でもこれ潜る方法がない。武士運のあれがねえや。違うとこから行きまして。これなんだ？行きますか、そろそろ。あ、来た、渦潮。これで、これで、ここは？これ関係なし。こっち行きますと？あ、違う、手前行くと？手前行くとアイテムか。のっそのっそ遅いです。ここ何にもないかな。何にもない。よいしょよいしょ。あ、ジャンプも一応できるんや。あ、カエルコイン超うまいやん、これ。一個敵とかありそう。なんか。あ、うまいうまいうまい。あれ、普通になんか手に入った。ただ4コイン手に入っただけ。うまうま。さて、めっちゃ動き遅いな。のっそのっそ。これまあ、ちょっと無視していきますわ。ほいーんと。ああ。人で、クラゲ出んなよ。痛い。回復は大丈夫です。ああ、でも強敵か。毒行ってみて。どうだ？ゲスト効かんかな？あ、効くやん。まあ、強敵なら、水の中でファイヤー。これ効いたっけ？結構意外と効いたような。逆に雷が効かんみたいな。オッケー。もうこれ通常で。伸びるパンチ。オッケー。ウィーンと。さーて、なんだ？大砲の部屋に来たぞ。ゲッソゲッソ、かわいい。これなんだ？なんかあるよ、ここ。めちゃくちゃ。めちゃくちゃなんかあるけど。ゲッソ親子ちょっと怖いんで無視します。めっちゃ取れそうで取れん。あ、かっこいい、なんか。あ、うん、なんだてめえは。あ、宝が上に行く。なに、保証探しに来た？残念だったな。あれはこの海に落ちたもの、すなわちこの海で最も強い男である、ジョナサン親分のものなのさ。あ、これが海賊か。もっと残念なことを教えてやろう。てめえはここを取れねえぜ。ジョナサン兄弟？月。さっきの月と、この名前のある月は何が違う？ツンツンツン。バンダナレッド。かっこいい。ぐるぐるぐる。さあ、毒は効くかな？これ何考えてるのしたい？言うんかな？パンチ。あ、弱い。雨は打たれ弱い。鼻頭をぶん殴れ。何考えてるの？はい、どう？全部、なんだ、全部弱点みたいな。赤かな、やっぱ。バンダナレッドやけ。色で悩んでます。バンダナの色で悩んでます。バンダナブルーがおったりしてる。これ全部片っぽ。格好撃破で一緒。バンダナレッド。バンダナレッド。あ、こいつだけちょっと、あ、逃げた。
かわいいバンダナレッド、あいつ仲間にして。 G のレベルアップ。うん、まあ物理振るか。魔法物理キャラっぽいような気がするんやけど、こいつは強いみたいな。 こいつ強いぞ。上の仲間に報告だ。ピュン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 、かわいいキノコ。これなんか一個だけない。どこだ侵入者、どこだ。これ違うやつらいないぞ。逃げたか。あそこだ。あ、逃げる逃げる。これでも食らえ。危ない。どっか。やべえ、かわいい。いやいや、避けるとは卑怯な。あれ、あ、死んだ。消え失せた。バンダナレッド。あ、もう来やがった。だからここは簡単には通せないぜ。どうしても取りたいなら近づけて通ることだな。5人。次。次。次。太陽。じゃあ毒ガスで。毒ガスしそぶりだ。まあ、あと通常で、バチコーンと。あ、かなり綺麗にやれるかな。はーいっと。あ、いいね。完全弱点。レベルアップ。来たよ、クッパ様。クッパ様、魔法あげる？ちょっと物理もう強すぎぐらい強いけん。ムム、あんたは強い。よかろう。ジョナサン親分のところへ通してやる。会いたい、今。どうやってあげた？開いていい。ジョナサン。さて、続きやっていきますか。なんか海賊が出てきて。ちょっと FP を回復したい。なんか多分ボス戦じゃねみたいな、このサメ軍団の。何やったっけ、名前。おー、なんかあんまり可愛くない。赤いやつの方が可愛かった。ジョーナスさん、ほほ、お前がマリオか？大活躍らしいな。このスターはな、俺の海に落ちてきたもんだ。つまり、俺のもんってわけだ。あ、その背中のあれか、ピンクの可愛い星。ワインをこう、くるくるやりながら。別に、お前にやる気はねえ。欲しいんなら、腕ずくでってことさ。なんか強そう感あるな。あ、左がなんかフック船長。森を持って。通ったぞー。危ない。いきなり来る。一点集中。危ない危ない。ほい。あ、くそ。ほっ。あー。まあまあやな。バンダナブルーと、ジョナサーンね。まあ、道具で行きますか。うらい。もうすぐ100% も溜まるし。さあ、どのぐらい効くかな。ボスに毒って多分いいよね。HP 多いやろしさ。火効くんやったっけ？ちょっとわからなくなってきた。まあ、行くか。ファイヤー !44。何考えてるもしたいけどな。一応、かなり行く一回。どんなもんじゃい。ほい。OK、ザコ死んで。次、いや、ドルーン。じゃあまあ、これ通常でいいかな。FP 回復してもいいけどな。クッパ強いけん。投げる投げる。あ、ここで使ってもいいな。ビリヤニファイヤー。まあまあまあ、いいか、使っちゃうか。ビリヤニファイヤー。ちょ、違うのもそろそろ見てえけどな。あんまりマロを下げたくないな。ボスって結構ザコ出してくるけん。うおドガーン。どのぐらい来る？126、意外しょぼいな。意外しょぼ。ちょっと HP とかいろいろ見てみよう、弱点。はい。恐怖、毒、沈黙。あ、これクッパ超大事じゃん。446ね。やるじゃねえか。すげえじゃねえか。これだよ。来たよ、俺より強えやつが、みたいな。ライトサーベル。はっ！あ、タイミング難しい。恐怖効くんか。なんかでもザコ召喚した時に出したい、打ちたいな。節約で FP 節約。アメ肌強化。あ、なんか色が変わった。火効かんねろ。まあでもなんかな。うーん、ちょっと FP 回復してみる。10ぐらい回復しとってみよう。あ、でもマロもすることないな。ザコ最小感せんかな。雷どっかん行くか。8
ジョナー、あ、タイミングむずいん。お、ふはは、なかなかやるじゃないか。どうでい、マリオとやら、俺とサシで勝負しねえか。うわ、ずるい、こいつ。乗った。え、気に入ったぞ、それでこそ男ってもんだ。ほら、野郎ども、おめえらも俺様を応援しねえか。へへ、強制タイマー始まったんですけど。なんこれ。ちょっとクッパがいいんですけど、毒と恐怖弱点なら。42しか剣、ダイヤモンド買った。あ、これなんか、見たな。ひたすらファイアするしか、連打苦手なんですけど。ほらららららら。OK。44しか効かんもんね。ジャンプしてみる、たまには。意外とジャンプの方が得意で、ダメージ出たり。44以上ぐらい出たらいいんか。あ、でも同じぐらい。それならさ、FP 的にさ、ジャンプした方がお得じゃない。じゃ、通常攻撃もじゃあやってみる。ほい。じゃ、どのぐらい効くか。10か。ま、さすがにそっか。これ、ライトサーブ、タイミングがさ、わあ。で、ジャンプで、スーパージャンプでいくか。こっちの方が、FP が安くて、火力そこそこ。こっちの火力出るもん。ダイヤモンド買ったー。はい。あ、来たー、完璧。ちょっと長くね、タイマー長くね。どん、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 ジャンプジャンプ、その頭のヒレをこのねじ曲げてやる。6789。おお、死んだ。え、意外と弱い。ザコはもうボス死にましたけど、あれなんかまだまだフンフンやるよ裏で。あれ意外と弱かったな。さすがやるな。よし、このスターはお前のもんだ。男同士の勝負なんかし、受け取んな。あら、意外とあっさり。来た！これ何個目？ 5 個目ぐらい？ピンクスター !3、4、5個。あと2個やん。中盤に差し掛かってきたんじゃん。結構長かったもんな、この海ゾーン。かっこいいマント。あ、終わったなんか倒した後も普通におるの不思議やな。ふっ、あんたのパンチ結構効いたぜ。どうしても欲しいって気持ちがこもってやがったぜ。それだけ必要なもんだったってことだろ。さっさと言った方がいいぜ。ジョナサン親分、海の男、拳と拳で語り合う、ナイスな親分なのさ。あ、意外といいやつか。調べる。うまそうなグレープジュースだ。ワインじゃなかった。お酒飲めない。そこの部屋にあるトランポリンを使えば外に出れる。使うがいい。水中からトランポリンで地上に。これ何にもなし。ジョー、ジョー、ジョー。ジェイ、ジェイ。ジョナスさん。こっからここに行くと、こっからここに行くと、すごいいいものがない。じゃあ早く帰ります。さあ地上に戻ってきて。タララララン、ララン。あれでもさ、あれ行き道がなくない。あ、違う、リップルタウン戻るんか。戻って、なんかさ、村人の住人の様子がおかしいのは。あ、キキキキ、ご苦労さん、星が見つかったようだな。しかしここまでだ。お前はまんまと騙されていたが、実は俺は過剰軍団の一人、ヤリドビッヒ様。驚いたか。まあ無理もない。明るく楽しい住人のふりは完璧だったからな。暗くて悲しい住民のふりだったぞ。お前が星を集めているところを梶尾さんが気にしてらっしゃる。それを持ち帰れば俺は大手柄。これが上司に気に入られる秘訣。動きが気持ち悪いしさっぱ。抵抗しても無駄だぞ。さあ星を渡せ。仕方ない、渡すか。ん？あ、渡すんどうした？あれ渡すん？あれ
キキキ、自分の手は汚さずに欲しいものは手に入れる。俺はなんで頭がいいんだ。そりゃ出世もするわな。よし、城に戻るぞ。そろそろ迎えが来てるはずだ。あれ、取ってからだった。ちょっと本来の住人は、とセーブして、通りますセーブします。人っ子してるおらんくなったんだ。ただの宿屋もそういうことだったのか。なんか洗脳されとんかって、なんかそういう系かと思ったけど、まるまる全員敵だったっていうね。あれ、本来の村人はどっか捕まっとんかな。ショップもあったよな。何もない、何もない、誰もいない。あ、長老の上にさ、なんかおらんかったっけ、人が。カエルのなんかみたいなさ。何もない。あ、ここは、あ、ここさ、入れんかったんやけど、やっぱこっちだろうな。ちょっと待ってよ。どっちが順路なのは分かったが、長老の家にお邪魔しまして、カエルの人は、カエルコインめちゃくちゃ高かったもんな。お前何もなかったかのように。カエルコイン集めたかい。50とかやろ。経験値2倍、コイン倍、消費 FP 半分。なんか高い順に買いてえな、これ。50溜まってから買いに来るかっていう。誰もおらんやん、この村。じゃあ行きますか。全回復しとるし。さあ追いかけて。ちょっと抵抗したパターンも見たかったな。遅い、このフォースは何をグズグズしてるんだ。待ち合わせに遅れると、早く逃げないと。あ、マリオが来ちゃったじゃないか。仕方ない、多少錆びてしまうかもしれんが、海に飛び込むぞ。機械なんか、金属なんか。あ、お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 、ジョナサン、待ちな、そのスターをてめえにやったんじゃね。あら、かっこいい。男は男らしく生きろ。勝負にかける熱い魂を忘れるな。燃えよ、激しく火花を散らすんだ。拳でしか分かり合えないことが。親分、あとはマリオに任せましょう。手伝ってくれたらいいのに。キキキでは本当の姿をお見せするとしよう。合体だ。全部刀みたいな見た目したのかな。おお、かっこ悪い。あ、夕日の決闘の、かっこいい。こいつはかっこ悪いけど、あ、水蒸気爆発。うおー、すごい、おじいちゃん剣士みたいな。どうしよう。単体はさ、なんかジーノとかの方が良くない？回復もしたい気持ちもあるな。終わった。ピーチだ。ピーチで全体、回復しよう。ほいっと。んで、まあ、何が効くかな。とりあえずファイア行きますか。ファイアー！ 14 しか効かんの？マジ？何考えてるの？おじいちゃん。はい。雷弱点か。1400もある。これで負けたら出世に響くわな、そりゃ。じゃあ、マロ君がドカンドカンやってもらうしかないの。眠ったりできるかな。初めて使う、これ。グリグリで全体にかかる。羊が一匹。ポロ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 ン。かわいいよな、これ技。ドカン。あ、機関士。ウォールオブウィプス。いて、58。回復する？これ、なんか。もうマロ一体戦ってもらってさ。80ちょっと多いな、60ぐらい。マロ君これだわ。雷土管ゲーだわ、これ。どんなもん？ 100。HP 何倍だったっけ？ 3000 やったっけ？することねえな。スタート。雷やろう。雷だってな。ジーノでちょっとさ、あれしてみるか。ジーノカッターで一撃とか絶対無理だろうな。さすがにボスは無理だろうな。じゃあビームでいくか。あ、ウェーブを攻撃力上げてもしょうがない。魔法攻撃力上がればいいのに。パーフェクト42。ちょっと FP 回復とかしようか。マル君の雷しかないぞ、これ。当たり。
水蒸気爆発。これされたらピーチに変えて、まあ、ちょマロは攻撃してもらって、はい、でくるんとしてちょっと後かな。これ入れ替える？マリオを入れ替えて回復したいけどな。まあ、ちょっと変なことしたら死ぬかもしれんけど、回復しまして、はいっと、ミラージュ、なんだと、分身しやがった。まあじゃあまあまあまあ回復して、じゃあ電撃にする。はい、4しか効かん。あっちなんで本物、あれあっちが偽物、なんか魔法機関士だな。ちょここでクッパかな、クッパッパー。じゃあ毒行くか、毒さ全然効かんのかな、向こうなの。あ、効かんのか、毒。危ない。80?80? あー。どうせするこれ、ちょっとどうしよう。クッパがあんま使わない気もするけど。まあ、FP をちょっと回復しまして。え、これさ、上が全然効かんかったんやけど、こっちが偽物なのか、本物なのか。140。見たい。はい、これちょっと危ないよ。入れ替えましょう。まあ、ジーノ君いきます。ちょっとライフ危ないな。これ回復しよう。結構さ痛かったよねさっき。スーパーキノコぐらい使っとこう。80、70以上ぐらいにじゃあしとかんと。で FP 回復して、まあ、こっちに打ってみる今度。はい、200200、電撃。あれ、電気使うんか。ちょっとここ回復だな。40、まあ、30でいっか。回復、あ、戻った。何やったんやろ。マリオちょっと下げますか。あ、マリオ下げれんのか。マリオなんかちょっとなんかちょっとな、いらないタイミングあるんやけどな。まあそうだな、回復するもんな。 FP 回復して、ジーノくん行きまして、はい、あ、早いかな。94でここ入れ替えて、回復します。はい、サンキュー、フレームストーン。これで FP 回復します。雷キャラがさ2体ぐらい欲しいな。雷ドッカン。ここであれだったな、ビリヤニだったな。入れ替えるか。あー、でもGの回復しなきゃな。キノコ、水蒸気爆発。どうなるんだこれ。ガード向こうの全体攻撃。ファイヤー、いや FP 回復しとくか。アニシロップ、雷ドッカン。で入れ替えて、回復、はい、水蒸気爆発。ずっとこの繰り返しやな。30、あ、ちょっとこれになったけさ、アイテム使うとかありか。病気をリフレッシュ、攻撃力上げますとか最初使えばよかったな。まあでも正直あんまり自分の攻撃力上げとく。ピーピン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 、当たり出たし。雷ドッカン、ボス戦アイテム使えばいいか、今更気づく。回復、ほい、
ミラージュアタックまた来たよ。これなんやろな。でも攻撃力上げてもあれか、これ結局ガイアするか俺。魔法攻撃力がいいけど16しか効かんもんね。あ、やべえ、 FP がね、アホやん。全回復、全回復はのもったいない気がするな。40回復しまして、ちょっとマロで雷できんかったの痛いな。ピーチすることないやん。 G の回復します。こいつ結構強いぞ。なんかはい、いて、ジャンプしてみるか。とい、そう、頭にジャンプして痛そう。剣のとこに32、やっぱジャンプの方がいいな。なんかはい117ガード入れ替える。うーん、 G のカッター使ってみるか。はい、じゃあ今ここ37、うーん、痛い、回復したいな。ちょっと FP そろそろ40、 まだか。変にスペシャル使うとな。ここで回復する？いや普通こういうして、ちょ、 G のも下げれんのよ。ビリビリいくか。はい、遅い。ここ入れ替えて、回復、はい、ピャンキュー、戻って、あとどれぐらい長いな。まあまあ、うーん、これ使ってしまうかな。まあ、ちょ、通常攻撃で雷を一回使って、はい、でここ回復でしょ。あ、やべ、これギリギリだったな。ほいっと、 FP がない。技のパワーが来た、来た、何もできません。ほい、じゃあ私は、優雅に技のパワーを回復して。雷ドッカン、ぶちかましていけ！ってやっ！もうちょいちゃん、そろそろだろう、多分。あ、でもこれ回復だな、さすがに。80。まあちょ、念には念で、クッパ死んだしな。ジャンプぐらいしてみる？まあ、いっか、通常で、ジーナにあれ使おう。あ、死んだ！やった！あっさりというか、遠かった最後。倒した、強かったこいつ。レベル上がって、ピーチ。ピーチくんほんと回復だな。お願いカムバック。倒れている味方を蘇らせる。来た。ピーチ物理で曲げとくか。でかい星が。もう一回あのムービーないか。カジオたちのもうスターの秘密に気づいている。この先どんな手強い部下がマリオたちを待ってるのか。チャリーン。おあいつらどこ行った。かっこよく応援してくれたかと思いきや、あ、これなんだ。マリオへ。まああんたのことだからあんな野郎は楽勝だったろう。ところで、でっけえ斧が空を飛んでるのを子分が見たらしい。まだ悪い奴らの企みは終わってねえようだな。そんな奴らは遠慮なくやっちまえ。陸は息が続かねえから一緒に戦えねえけど、海に来たらまた遊びに来いや。ジョナサン・ジョーンズ。エラ呼吸だった。これなんだ？鍵？あ、え？倉庫の鍵？あ、戻るんか、じゃあ。あ、違う、倉庫ってあそこか。ここの、この町の海賊が持っとったの？なんか悪い海賊かと思いきや。というか村人はどうなった？あ、あ、なるほどなるほど。ここに捕まっとったんか。助かったわ。こんな狭くて汚いところもうたくさん。なるほどなるほどなるほど。イエーイ、平和が一番だね。ピース。いや、ん？いんやま、ひどい目にあっただ。ありがとさんね。
ありがとうございます。ありがとうございます。うちの店寄ってください。うちの店寄ってください。同じことしか言わない。この度は本当にお世話になりました。ありがとうございます。ぜひうちの宿屋にもいらしてください。なんでは失礼します。マリオさん、これが本物の長老。このリップルタウンを救っていただいて誠に感謝しております。偽物の住人に気づき、わしらの身を案じて、素直にスターを渡す。そこでわしらを気遣っていただいた。ほんのお礼です。フラワーギフト。フラワーギフトってなんだ？町の人がみんな無事で本当に良かったね。無理やりさらった上にこんなところに閉じ込めおって、クッパ軍団はこんな卑怯な真似はせんぞ。おー、そうか？あ、ちょっと首をかしげてる。あら、私も最近どこかの誰かにさらわれたような気がするけど。まあみんな無事だったし、すべて解決だな。ガハハ。あ、そんなことよりこんなカビ臭い部屋から早くおさらばしようではないか。そうね、元に戻った町の様子を見に行ってみましょうか。もしかしたら次のスターピースの情報が聞けるかもしれないわ。何やったっけ？なんかもらったものがさ、フラワーギフト？フラワーギフトってな、これか。あ、FP のマックスを増やすやつか。あ、これ大事やん。なるほど、なるほど、なるほど。カビ臭そうだな、確かに。蜘蛛の巣だらけで。何もないっか？ここ一個だけなんかずれておくけど。なんでもなし。最近ケロケロ子から若い子がやってきてこの町に住んどるんじゃ。おー、知っとる知っとる。ていうかさ、あいつ長老の変化に気づかんかったんだね。カブトムシ買い取りセンター？なんじゃと？うちの社長カブトムシたくさん必要としているでございます。システムについて聞きます。買い取りシステム、虫かごを買っていただいて50コインでカブトムシの名産地ブッキー坂で好きなだけ捕まえてください。虫かごを持ってきたらコインやカエルコインと交換。買い取りの値段はそこにある買い取り表をご覧ください。ミニゲームをするんかな。オスメスオス超だけ、まあ、カブトムシはな。ゴールデンカブト1カエルコイン入会していただきます。あ、ちょっと待って、入会で100コインでカゴを買ってさ、50コインで150コイン払って、じゃあまあ払うか。あるかな、金。なんか詐欺臭いな、騙されてるような。身分証明書、何がある、免許証、あれな、固まってね。ジャンプ、はい、わかりました。これでいい。それでは虫かごを渡します。頑張ってください。うわ、これでさ、ブッキー坂行くのか。カブトムシ買い取りセンターに武器防具屋。なんかさ、背が低すぎて顔が見えんけど。あ、600円ぐらいあるわ、結構。ノコノコーラ。あ、でもなんかしょぼいのしかない。パタパタコーラ。ちょ、これなんかめちゃくちゃあるな。今までのさ、全部売っとんか、これ。パラソル。武器やろ？防具の方が大事かな、このゲーム。あ、でも、防具は結構一番いいの買っとるわ。ちょっと別の場所見に行くか。カブトムシを欲しがる変わった店があるらしいよ。お、行って行った。ここは宿屋か。マリオさんの家から随分遠いでしょうに。ここから先は人気もほとんどない寂しいところですよ。15コインです。今どんなもんかね。大体ボス戦とかなんか終わったら全回復するよな、このゲーム。宿屋あんまり使うことがないんやけど。もうちょっと安くてもいいんでは。じゃあ、ここはなんだ？アクセサリーショップ。ああ、おしゃれに関心を持った方がよくってよ。回転シューズ。ジャンプの効かない相手。素早さ、毒。これ何がいいか正直よくわからんな、なんか。何してるのじゃねえわ。何考えてるのしても、相手がどういう状態以上かわからんしな。キノコ大好きボーイの店。ハッピーかい？おいら、キノコ大好きボーイ。君が持ってる普通のキノコにもたまに珍しいキノコが混じってる。おいら、キノコ大好きボーイとか、そんな珍しいキノコと相手も交換してあげるよ。キノコの味は食べないとわからない。おいらが味見するよ。珍しいキノコならお当たり、外れなら
オイラのお腹が膨れるだけさ。イエーイ、キノコあるかい？普通のキノコあるかな？サンキューモグモグ。これは普通のキノコだね。ごちそうさま。あ、クソじゃねえか。ぼったくりクソ野郎じゃねえか。もう一個あげると、これ普通のキノコだね。うわー、うーざー。ただキノコ食う店。健康食品。あれま、マリオスさん、うちにはね、体にいいもの揃ってるよ。なんだ、状態上的な。あ、回復か。ここでキノコいっぱい買ってさ、あそこにやるのか。なんか欲しいのあるかな。まあ、キノコあ、でも FP 回復よう使うか。40が結構これでかくて、意外と使わんねんけど、まあ、ハニーシロップも買っとくか。キノコもまあでもいるな。普通のキノコちょっと10個買って、あのバカに水着に行くか。5個ぐらいかな。これで3個目。普通のキノコ4。これ当たりあるのか。5。うわ、6。はぁ、7。8。9。お、来た。これはフラワーキノコ。うますぎるぞ。イエーイ。フラワーカプセルと交換。うわ、フラワーカプセルはでかいな。じゃあもうこんなもんでいっか。8個くらい渡したな。8分の1ぐらい。渡した個数なのか、パーセントなのかはちょっとわからんが、まあ8個渡したら1個くれたと。ちょろ。マリオさん、スターを探しておられるのは、死にも心当たりありますぞ。この先、カントリーロードに悪さを反省したモンスターたちが暮らす街がある。ほう。そこに住んでいるネズミが、先日この街にやってきて、スターを自慢しておりました。詳しい場所は私も知りませんが、カントリーロードのどっかにあるのは確かです。ネズミ男？悪さを反省した。こいつまあ結局、俺だろう？カエルコインを集めるために、カブトムシを捕まえなきゃいけんのか。じゃあこの3つの町も行ったし、倉庫も行った、この人も話しかけた。ここ終わりか？あ、おった少女。初めて見たけど、海って広くて大きいわ。旅行来てよかった。なんでもなかった。こっちは？こっちさっき戦ったとこか。置き手紙があって。じゃあまあ、いいかな。あ、じゃあ武器か。武器武器。武器。金どのぐらいある？全然ねえな。誰が一番あれか。11上がるのを一つ買うか。ダブルロケットパンチ。ピーチなんかあんまり攻撃せんような気がする。マロもな、あんまり通常攻撃せんような気もするし。それで言うとピーチが一番通常攻撃するか。まあでも入れ替えりゃいいだけみたいなとこあるもんな。マリオ絶対使うもんね。マリオは控えに行けんけん、マリオの装備は最優先じゃないけん。よしよしよし、おいで。街を救って、どこ行ける？あ、こっちか、上か。カントリーロード、カントリーロード、この道。